コールでね、結びつかないような気もするんですけどね、はい、ご自身が。そうでしょう。うん。僕もそう思います。やっぱり、うん、最近は本当に結びつかないですね、これ。どうしてもね。だってどっちかっていうとね、あの、青白きインテリというふうなニュアンスがあるもん。そうですか。うん。ものすごくね、あの、運動神経いいんですよ。そうですか。ちょっと自慢してますけど。昔はあの野球なんかやってましたからね、うん、あのね、なるべく運動したいってことでね、うん、ツアー中にあのボーリング大会やってますけど、ボーリングって意外とね、あれ体力つくんですよ。あ、そうですか。最終的に1位2位3位まで決めて、うん、トータルアベレージで、ツアー中にまあ20回か30回やるんですけどね。うん。結構先頭だって熱くなっちゃいそうですね、たまに。大体でも僕はね、あんまりいい方じゃないですね。なんかその波が激しいんですね。うん。ということはですよ、豪快にストライクも取るけども、あんまりこうスペアのですね、うん、リカバリーはできない。それがね、うん、やっぱりそこポイントですよね、ボーリングは。うん、あのスペアをこう辛抱強くね、そう取っていくっていう。だからあのスポーツの基本の要するにランニングですね。うん、やっぱランニングできないとやっぱりスポーツってほとんどね、うん、やっぱり物にならないっていう。うん、僕ランニング嫌いでしたからね。野球やってても、野球やっててもね、だから走らなきゃならないでしょ。うん、でももちろん走ったんですけど、うん、やっぱ辛かったですね。辛かった。うん、なるほどね。という具合にですね、皆さんね、いろんなところで一木さんはですね、さらに上を行こうと、それから横を広げようというふうに努力してるんですけど、面と向かってインタビューしちゃうと照れちゃったりなんかするんですよね。ところでね、はい、レコード、一木さんのスタッフの人とさっき話をしたんですよ。はい。そしたら累計にしますとね、はい、とてつもない枚数が売れておりまして、はい、横浜黄昏以来ですね、間もなく2000万枚っていう数字を数えるんだそうなんですよ。スタッフには言わなかったんですけどね、僕は実はそれをずっと計算しておりましてね。本当。はい。それと同時に今から約10年ぐらい前になりますかね、いわゆるまあ業界誌っていうのがありましてね、そこへご挨拶行った時に、まあ、僕自身のいろいろとトータルを見せてもらったりとか、まあいろんな人たちとのトータルの比較だとかっていうのを見ました時にね、その時に僕が、まあ10位には入っていたんですけどね、まあトップの人とはかなりの差があったりしたんですけど、その時に最終的には僕がトップになると、まあ今すぐにはね、その1000万枚1500万枚っていうわけにはいかないけれど、最終的には絶対僕がトップになって見せるみたいなことをね、うん、実はその時に豪語しましてね、10年前に、それでずっとまあ密かに僕なりにその枚数の、まあ、いわゆる累積っていうものを計算してたんですよ。まあ一口にね2000万枚なんていうのは、これはもうはっきり言って、そうですね、ピンクレディがもう最も最短期間の中でレコードを売った歌詞でしたけどね、それとまあ1000万ちょいでしたね。それからずっと、まあ、僕が知ってる限りですね、この20年ぐらいで2000万枚っていうのを聞いたっていうのはないですからね。まあ確かに3年でね700万売る人もいるし、5年で1000万売る人がいるかも分かりませんけれど、15年という中で2000万枚というのはね、最低1年で100万は超えなきゃいけないわけですからね。そういうことを考えると本当にね、まあよくぞまあ買っていただいたというか、それからやっぱりその買っていただけるようなね作品をやっぱ作ってこれたというね、ということは、なにわ杯、この歌がですね、はい、いろんな意味で五木さんにとっての一つの区切り点というか節目というか、逆に旅立ちジャンプの台というか。そうですね、2000万枚に到達するための逆に作品になりましたんでね、なにわ杯が多分今年の秋ぐらいにはもう秋というか、今7月末たらもう9月入った頃には多分その数字までいくと思うんですよ。だからそういった意味ではね、2000万枚突破レコードでありなおかつ5作目のご当地ソングであり、それで最大のヒット曲っていうふうに結びついていければね、まあ、いつもね大きいことっていうか、もう全部実現すればこんなに嬉しいことないことばっかり言ってますからね。でもね、この間伺ったあのロッテの落合選手、はい、来ましたね、ついにね。いやー来ましたよ、やってますよ、もうだから
今度ちょっと応援に行こうと思ってるんですけどね、応援に行く時もこっちもそれらしきその土産がないとねいや落合さんも頑張ってけど俺もいいんだよっていうことをね、言えるちょっと土産話持っていかなきゃいけないですけどね、だからちょっとその時期を見てるんですけどね、ああ大したもんですね、大したもんですね。やっぱり V3 っていうのは、野球界の V3 も前人未到ですけどね、歌謡界もまだ一人もいませんからね、そういう意味では誰よりも早く到達したいですからね、僕はね、どんな忙しくてもいいんです本当にね、ただレコードが出してればそのレコードが売れていく、コンサートやればお客さんがいっぱい入ってくる、もうそれさえ見てれば幸せなんです。だからもうどんな忙しくても音を上げません。だけど成績が悪いとね本当につらいですよね。だから常に出す以上はトップっていうものをね目指していく気持ち、その現実、それを見ながら生きればね、もうどんなに苦しくてもね乗り越えられますからね。なるほどね、はい、うん、そういうふうにですね自分の本心を語る五木さん、徐々に手の動きアクションも大きくなってきました。また今度は掲げた時にインタビューできますので、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、頑張ります。スーザンを利用してちゃんと英語の宿題やってますか持ってくるの忘れちゃったバカでもね、はい、スーザンの英語ってどうだった。そうですね、買い物とかでスーザン連れて行くんですね、それで全部通訳してもらって、そうかそうか。で、みなよちゃんね、はい、こっちの方のですね、留守してる時の新聞記事やなんかにね、初登場1位がすごい、はい、とってもですね、普通の女の子からもう今やプロになってアイドルのトップだという記事がいっぱい出てるんだよ。あ、そうなんですか。うん。そのみなよちゃんがですね、アメリカ行って肉が食べられないなんて誰も思ってませんよ。ダメなの？そうなんですよ。うん。そうするとご飯どうしちゃうの？だからご飯に生卵をかけて、卵ご飯ねえお願いしますよ、それじゃ日本だと食べられるじゃない。果物は？果物は全部食べられる。うん、美味しいでしょ。はい、美味しいです。ご飯代わりにそれ食べてもいいんじゃないかな。けどあんまりフルーツ出てこないけど。あ、そう。声がだんだん小さくなってきましたけども、楽しい毎日送ってますか。はい、送ってます。送ってます。はい、みんなね今回割とこうバラバラの行動を取れる時間があるって言うんだけど、みなよちゃんはどういう人と一緒に行動してんのかな。はい、おにゃんことはいつも一緒ですけど、買い物やなんかだと。買い物はまだ2回ぐらいしか行ってないです。いっぱい買い込みました。服っていうかズボンを、オーバーオールを買いました。何色。ピンクと白のストライプ。これはそうすると今年の秋に着ることができるかな、日本で。今年の方でも着てられる。あ、そう。今こう1枚写真を撮るスケッチだとどこの場面がいいですか。そこがいいかな。半島だから海の色が違う。そうですね、綺麗です。じゃあそれをですね瞳に焼き付けてね、それで皆さんに、素敵な約束をしてくださいね。はいじゃあこの後も楽しんでくださいね。はい、どうもありがとう。渡辺美奈代さんでした。中身は、人の歌もねちょこっとメドレーで歌うんですけどね、私がこういう歌歌うのみたいな感じで、あるかもしれないですけど、あれ、とにかく、来てもらったら分かるんです。もうバッチリ歌詞も入ってますか。間違えないように、したいと思います。まあいろいろとね、新しいものにこうトライする場合には、さまざまなこうストレスがたまったりなんかするでしょうけど、さあ南野陽子流のですねストレス解消法、夏に向かってはどんなものがあります。よく食べることです自信を持って。すごいですよ。出前とか取るんですけどね、2つ一緒に取っちゃったり、まあもちろん全部は食べきれないんですけどね、よく食べますね。普段からですけどね、夏だからってわけじゃないですけど、夏にね普通の人はこう夏休みで楽しんで、はい、南野陽子さんのコンサートを見に行くのだって、ね、ファンにとってみると一つのレジャーなわけですけど、ご当人のレジャーは
そうですね、お休みとかはないんですけどね、でもやっぱりコンサートでいろんなところに行けるっていうのはすごく楽しみなんでね、うん、それが夏休みみたいな感じで。なるほど。じゃあ、ちょこっとですね、とんでもない質問なんですけど、キャンディーズは好きなんですか？好きです。そうですか。はい、うん、結構意味深なインタビューだったりなんかいたしまして、コンサート厚生年金楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、ファンの人へ、はい、一生懸命ねこれからも頑張りますんで、これからもずっと応援してください。はい、というわけでございました。はい、明日頑張ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。桑田バンドの快進撃について、やっぱりすごい、僕らもすごいいい曲だと思ってたんですけど、それがみんなも同じようにそういい曲だと思ってくれて売れたんじゃないかなと。本当はもう嬉しくてね、ありがたく嬉しくてしょうがないんだけども、こうみんなこうちょっと照れてしまって、ストレートに言えない、ストレート言えないもどかしさ、実感がわかないというか、まだね、そうだね、そうですね、やっぱりこれはファンの皆さんのおかげだと思っています。2曲同時チャート、スキップビートとメリークリスマスインサマーがなぜか並んで入ってると。嬉しいですね。欲を言えばバンバンバン間違うよね。書いてねえじゃないそんなこと書いてないよね。まあね、これに関してと、でもなんかこうすごいことだよね。そうだね、なんかねすごい力がやっぱりもちろんレコード買ってくれた人のね、応援してくれた人っていうのはね、でもまあやっぱり上を見ればキリがないけどもね、落ちる時の覚悟もしとこう。ツアーは会長に進んでおりますが、もうすごい快進撃ですね。でもまだ男らしいツアーですよ。そうですね、男しかいないですしね、実際、夏の暑さに負けないぐらい熱いステージをやりますから、もうバンバン盛り上がりましょう。というわけで湯浅さん、どうもすいませんです、まとまりませんで、うまくまとめてください。どうもこれからも見捨てないでください。今年限りです。終わりたいと思います。さようなら。はい、19歳でございます。どうもありがとうございます。18歳の誕生日の時に、今年の暮れには武道館をやりますというのを発表しました。19歳のお誕生日、今は世界ですね。そうですね、ニュースによりますとクイーンの部分がありまして、これは随分話題になってますけれども、もう一気にですね見えてるという感じがするでしょ、世界がここに見えてるけどまだ遠いって感じ。遠い、本当に遠い遠い、ところでね、新曲ヘルプ、オリコンのチャート初登場2位です。おめでとうございます。重ねて。ありがとうございます。もう嬉しいんですけど、早く1位が取りたい。それは実に正直なところでしょうね。そうですね、いつも2位までは行くんですけど、1位までは足が届かないから、やっぱ19歳のお誕生日に1位っていう響きは良かったんですけど、20歳になるまでにはね、一等賞取りたいななんて思うんですけど、ところでロンドンレコーディングの時に食べ物で苦労したという話をねちょこっといっぱい聞いてんですけど、なんかロンドンのご飯まずいんですよね、すごい。だからバナナ食べて生きてました。でもまた9月頃に向こう行くのかしら。そうですね、まず9月は東南アジアの方に行って、それでビデオの残りを撮るんですよ。それからあとはクイーンにねまた呼ばれてるんで、それで4曲レコーディングしてきます。でクイーンのメンバーの人がねいろんなことを言ってますけどもね、ボーカルのムーアさんだっけ、とにかくね美奈子の資質というのはとっても高いものがある、言葉の障害さえ取り除けばすぐ世界にも通用する、つまり英語の部分がこれから重要になってくるんだよ美奈子ちゃん。だって美奈子なんかエクスキューズミーの世界ですからね。だからちょっとね、なんか外人のね女の人を美奈子にいつもなんか横にいてくれるような感じで喋れるようなね、喋れるようになればいいなと思ってるんですけどね、そのうち習うみたいですよ。勉強嫌いなんですけどね、すごい、でもほら勉強だと思わなければね、リズムでもってメロディーでもって英語覚えちゃえばいいんだよ。だから英語にメロディーをつけてくれれば、カタカナ振ってもらえて覚えられるんですけど、やっぱしね英語って言うと英語の教科書を思い出しちゃうんですよ美奈子。
だからね。そうか、うん、SVO とかね、うん、そんなのあったもんね昔ね。知らない？忘れちゃった。あ、そう、うん、そんな遠い昔の話じゃないじゃない、うん、いいんです、過去形ですからね。ええ、うん、でもね、そういう具合にいろんなこう世界を次々開けていくっていうのは美奈子ちゃん本当に恵まれてるというか、もう自分の努力もそうなんだけど、とっても素晴らしいね。そうですね、まあ、うん、去年というか全然信じられなかったことですからね、まあ、歌手になること自体ね、すごいと思ってたのに、うん、じゃあ、 あの最後にヤッホーの挨拶、うん、はい、ヤッホードームさんでしたというのがもう世界に通用する挨拶ですからね、挨拶は大丈夫だから、はい、おめでとうございました、重ねていろいろと。どうもありがとうございました。おにゃんこの新曲、お先に失礼、はい、はい、初登場1位です、おめでとうございます。わー、本当ですか？本当本当、みんなに伝えて。あ、と、あのね、お先に失礼初登場1位だって、おめでとうございます。聞こえてます、聞こえてます。本当ですか？やったね、うん、うん、これはやっぱりね、A 面もそうだけど、はい、B 面の成果もかなりあるんじゃないかな。いいですよ、その話は。あ、そうか、その話触れるのやめようか、うん、ちょっと恥ずかしいですね。照れちゃう？照れちゃうですね。嘘嘘嘘、自信持っていいよ。本当だって、うん、やだ、どうしよう。な、大丈夫だよ。そうですか？うん、似合わないよ、照れは。うん、照れは内海に似合わないよ。そう、結構照れ屋ですよ。そう？シャイなわけ？でも、おにゃんこクラブというのはロサンゼルスでも有名人ですか？いやー、そんなことないですね。全然無名人。そうですね、うん、でも結構あの観光に来てる日本人とかいて、うん、でそういう人にあれとか言われてね、握手、うん、求められたりとかね、意外にハリウッドなんかで、うん、怒るんですよ。あ、そう、あの、うん、ハリウッドのね、石畳のところに有名人の手形、うん、足形があるでしょう。ありました、あのチャイニーズシアターとか。そう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 、うん、あのなんかいろいろ合わせてみた、あのマリリン・モンローを見つけたりとか。なんかね、私読めなかったんですよ、はっきり言って。そうか、悪い質問をしてしまった。でもね、なんか見てきました、いっぱい。そうですか、じゃあね、うん、お土産あのいっぱい買い込んでね、はい、日本で素敵な笑顔を見せてくださいね。はい、わかりました。どうもありがとう。ありがとうございました。こういう内容ちょっとお話しください。はい、12月5日に発売になりましたので、はい、うちはあの、じゃあ高見沢の方からお願いします。詳しい内容の一つ、じゃあ高見沢さんからどうぞ。タイトルはザ・ベストソングスというんですけどね、あの、はい、ペイブメントっていう曲があったんですけど、今月のペイブメント、バラードがあったんですけど、はい、あれを中心にしたベストアルバムですけどね、古いものだけではなく、はい、新しい録音したものも入ってます。あ、撮り直しをして。そうですね、そういう曲もありますし、まるっきり新曲もあります。なるほど。そうすると音とかも全部取り直ししてあるんですか？例えば、そうですね、新曲の場合はほとんど新しく、入れたやつばっかりですし、あと、うん、古い曲を新しくアレンジしてもう一回取り直したりとか。あ、じゃあ意外にこうこの歌持ってるって思っても音的に違うんだよっていうのがあるわけですね。デジタルレコードですから、ね、なるほど。音はいいです、ね、これも楽しみでございますけれども、はい、アルフィーっていうとどうしてもこうツアーですね、コンサートをたくさんやってるっていうイメージがあるんですけどもね。ありますか？ありますよ。どこで聞いたんですか、そういうこと。なんかやたらこうね、イメージで、イメージ、うん、うん、やたらテレビですけどコンサートやってる。実はないって言われますけど。そうね、だいたい年間で110本ぐらい、はい、でこの秋は47本をずっとやってきてね、うん、はい、なんと12月の30日まであるんです ね、 そうですね。ここからだいたい東北、うん、それから北海道で、はい、東京2日間あって、でちょっと四国の方に行って、うん、大阪城ホールで今年を締めくくるっていう感じですけどもね、はい、今回のツアーっていうのはだいたいどんなこと？今回のツアーはですね、ここ数年のアルフィーのコンサートとかなりハードな、もうのっけから総立ちでみたいなね、で汗びっしょりかいて、うわーすっきりしたって終わったみたいなね、そういうのが多かったんですけども、今回はそれプラス、はい、ちょっとこう 秋っぽくですね、秋らしく、アダルト、アダルト、そういう感じが入っている、ヤングアダルトですね。なるほど、残り少ないですけれどもね、はい、まだまだ頑張っていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼しました。おにゃんこクラブの皆さんがですね、新曲じゃあね、実に気合を入れて歌ってるんですけども、これが卒業の形に中島さんの場合になっちゃうんだよね。そうですね、はい、寂しい、寂しいですね、やっぱり。うん、送る在校生の皆さんするとどんな感じになります？うまくやったなと。
言えますね、はい、うまくやったと思います、ね、今やめるのが一番いいよね、うん、売れてるからね、うん、そうね、うん、本音がボロボロ今度はテレビで見ることできるね、みんなのことね、そうですね、うん、はい、後ろにも頑張らなきゃいけないし、はい、ね、それからアンスナーの場合にはまだね、はい、計画も隠されているんでしょ、もう秘密になってないのかな、ちゃんとなってるのかな、ちょこっと秘密の部分もあるしね、あのシーンとなった部分で多分控え室では違うような会話をしてるんじゃないかということがあったりなんかするんだけど、とりあえずあのじゃあねということで明るく送り出す歌ね、はい、さらにさらにヒットを重ねますように、はい、どうも今日はありがとうございました、ありがとうございました。